はい、どうも、ふめだよです。今回ですけども、つむつむ速報で、先ほどまで、あった不具合の、補填が決まりました。そしてもう配布済みになっております。お知らせも来てるかな。あ、来てますね。19時5分更新ということで、はい、あ、もう2時16分頃に問題修正されてるらしいっす。はい。で、配布が19時ということで、ルビー5個とハート5個ということで、まあ、前回と同じ補填内容ですね。うん。はい。ということで、まあ前回とどうならまあ問題ないんじゃないかなと思います。これ未反映。ちょっと待って、また本減少の規定ポイントで獲得できる報酬が消失する問題は、確認されておりませんが、万が一規定ポイントを達成した、にもかかわらず獲得ができていない場合は調査を行させていただきますと。であれさ、あの不具合でクリアしてるのに落ちちゃって、あのクリアしたことになってないっていうのが多分みんながこれ問い合わせしてる内容だと思うんですけど、多分それは反映されないんじゃないかな。でもそれさ、それって多分皆さん同じ状況なんで、まあ別にそこ補填しようが補填しないがあんま関係ないと思うんですよね。はい。ただ不具合起きたことに関しては、まああの今日のね11時からゴリゴリにやろうと思ってた方は、まあだいぶちょっと運営さんにやられたかなっていう感じはしますけど、まあポイントの補填はまあ間違いなくないと思います。普通にクリアしてあの追加されてないとかってのであればあれですけど、はい、そんな感じです。でちゃんと送られてきております。はい、ということでつむつむ速報でございました。まあまたこんな感じで、速報動画ね、まあ不具合とか、最新の情報とか含め、まあ動画投稿していきますので、皆さんぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。喋らない。今双子ちゃんの弟がいるんだけど喋りませんでした。ありがとうございました。